はい、ともえさんプロスペです。ここにいるポケモンを見てどう思いますか？いないよね、このポケモンってランクバトルで絶対見ないでしょ。まあそんなことですよ。タイトルの通り、今回から圏外ポケモンだけでランクバトルを戦っていくというシーズンを始めるんだけど、あーこれね、だってさ、おかしいと思わん？ポケモンってさ、もう今1000匹ぐらいいるんだっけ。あれそのうちさ、ランク圏内で150匹ぐらいしかいないわけよ。だったらさ、そのさ、残りのさ、もうほとんどのポケモンを使わないとね、やっぱいけないと思うんだよ。かわいそうじゃん。うん、だけど作ったんだけど、弱い。うまくはまらないと強くない。まあ今回のパーティーの趣旨はね、まあやっていきながら解説していくとして、さあやっていきますか。久しぶりのランクマッチ。もうね、一回マスターボール切ったけどね、もう何年、1年ぐらい話してるか、1年以上やってないから、普通に最初のやつに戻ってるなって。まあ最初はね、ビギナー級同士の戦いなので、まあ勝てるんじゃないかなとは思う。それで、これは粘土ールで壁を張って、そうです。まあ、軽技っていう特性があって、持ち物がなくなるとスピードが2倍になるんだけど、だからサーバーで投げつけるをして、持ち物なくしてスピード2倍になったサーブラーで暴れるっていう戦法なんだよ、今回は。だけどサーブラーがものすぎて、普通だともう投げつけるやったら倒れちゃうから。だから粘土ールで壁を張って、粘土ールで大爆発して、その後にサーバーを投げつける。そうすることで、サーブラーは一応一発耐えて、そっから、まあ大爆発して、大ダックで攻撃上げて、ドンドンって倒せる。うまくいったらね。まあ、耐えてうまくいかないんだよ。特にランクマッチでまだやってないからね。多分、ボロボロやると思うけど。ボロボロなんだよな、多分。まあ、確かね。あ、それ、マッキーは、まあ、他のポケモンなんだけど、まあ、基本的には、近くにいたやつを使ってる。なんか、いたから、使おうって思って。まあ、マキは、まあ、好きな枠として入れてる。いや、本当はね、通常版マキを使いたかったんだけどね。通常版マキやった時、圏外じゃなかったから。今はもう圏外なんだけど。まあ、マキはトラバサリ持ってるから、大体のポケモンに一応仕事はできるんだよ。だから、そのトラバサリっていうのは、HP を8分の1ずつ減らすっていう技なんだけど。あ、対戦よろしくお願いします。ヒートランか。ヒートランね。まあ、ゴキブリとか言われるけど。ヒートランはな、物理だよな。うん。で、リフレクターを一回貼ろう。だから、ヒートランが、多分、生成すると思うんだけど、何それ。引っ込めてくる。いや、でも引っ込めてくるのは全然あり。全然あり。全然いい。ありよし、これで多分、まあ、リフレクターやって、まあ、リフレクター張った状態なら、バンキアスの攻撃は一回耐えれる。まあ、リフレクター張ってなくて一発は耐えれるんだけど、だからこれ二発耐えれる。リフレクター張ったから。バンキアスって思った以上に遅いんだな。あ、神キャラか。あ、そうだ、バンキアスは2タイプ持ってるんだ。あ、でもほら、やっぱり二発耐える。電動の耐久は高い。耐久は高いから。まあ、それで大爆発で退場する。まあそうすると、まあすぐに交代せずにいけるかなっていうね。だから普通は交代したら、ね、後から取ってくるバンキアスはこの攻撃を受けないといけないんだけど、サーブはね。大爆発すると受けなくて済むからっていう。そうだなぁ。バンキアス今枠でしょ？まあ大丈夫でしょ？多分弱点つける技持ってない。技持ってない。格闘タイプに。まあ投げつけるやってスピード上げて、ダイナックで一発で落ちる、多分。投げつけるとダイナック合わせたら落ちるから。あ、引っ込めてきた。引っ込めてくるのは全然ありなんだよ。何出してくる？突撃っす。フェアリータイプに悪は、今一つだな。あ、でもいける。サーブラーはね、もう今回の技コースは全部攻撃技で固めてきて、大抵のポケモンに弱点がつけるようになってる。もう第6個でね。大体こいつ、攻撃するよう弱点をつける。
そうなんだよ。サーブランの強いところは、この高い攻撃力でいろんな相手に弱点を打って、もう特に投げつけて持っていることによって、本来格闘が無効なはずの、ゴーストタイプにも弱点をつけるから、今、軽技でスピード曲がっていくから、こっちが生成して、大ラックで、多分一発で落ちる。攻撃力は高い。サーブラン。はい、よし、落ちる、落ちる、落ちる。オッケー、オッケー、オッケー。何が出てきてもおかしいな。これは勝った。これは勝った。マジで勝った。だってヒーのラウン、バンギですね、シャート。どっちも格闘技で弱点を取れるから、全然いける、全然いける。あ、絶対勝った、これは。よし、来た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 。一戦目勝利はなかなか嬉しい。まあ、まだリラしていいか。なんか急所とかあったらね。急所とかは、壁貫通しちゃうから、急所が来たらやばい。まあでも急所は来ない限り多分勝った。まあ問題はな、そうなんだよ。だからさ、コンピューターバトルタワーのコンピューター戦でさ、練習をしとったんだけど、あいつらダイマックスしてこないから、ダイマックス相手にどこまで立ち向かえるかっていうのは分からん。確かに。あ、やべ、半分くらい。あ、でもいけるいける。攻撃が1段階上がるから、多分、次で落とせるんじゃないかな、これ。どんどん拡大する？あ、そんなもん、そんなもん。大丈夫、大丈夫。まあ、これで、天気は晴れになるけど、まあ、月食らったとしても全然、耐える。あー、でもなー、そこが問題なんだよなー。そうなんだよ。次で、このターンでダイマックスは消える。相手が変化技を持ってたら多分大モールしてきて、防がれて、ほんで、下がった HP でっていうところだよな。どうしよっかなー、これ。あ、でもいけるだろ、いける。うん、いける。だって、こっちが素早さ入んの。だこあ、で、ダイレクトに防いでこなかった。多分いける。よし、いった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 。よし。1段階上昇すれば、ダメージは 1.5 倍だから、まあ、それいけると。よし、勝った勝った。あとは上からバンギがそう、ダイレクト。ダイレクトじゃないの。潰しだけにか、潰しだけに。潰しだけ入れなくても終わり。まあ、不安なのは、一応、潰しだけには命中安定技じゃないから、メイチェリス90だけあれ。うん、まあ、初可能性があるっていうのは、一応あるんだけど、まあ大丈夫でしょ。やばい、何回もやってるけど、飛び火だけにまず外さないから。飛び火だけに外すとかなり痛い。すごい、むちゃくちゃダメージ食らうんだよ、飛び火だけに外すと。自分が。当たれるよ、当たれるよ。よし、当たった。よーし。会いたい人ありがとうございました。一戦目勝利、一戦目勝利。なんかこのタイプ多いな。ウー入れとくか。粘土のサーブラー確定だから。まあ粘土のサーブラー、ウーと。はい、完了。さっき、そうなんだよ。ダイマックスしたらさ、サーブラーで打つの落ちないんだよね。ダメじゃないこれもう。無理じゃないこれ。えダメじゃんこれ。圧倒的にダメじゃんこれ。まあまあ、でもなんとかするしかない。あ、バンギアスはいいんだよ。バンギアスはいい。さっきからバンギアスよくあるな。そう、強いで下がってくる。まあ、粘土、まあ、うち砂起こしのダメージとは関係ないでしょ。まあ、最初はリフレクターだよな。あ、聞こえてこないか。まあでも、神クラックでも、多分そんなくだわ、うん、確かさっき、うん、2発されてるぐらい。あ、2発無理か、これ。あ、まあいいや、まあ、光の壁、晴れればいいやもん。特殊が来た時に光の壁ないときついから、まあ、貼っとくしかないよな、これは。あと1発されてくれるとな、いいんだけど。あ、ダメか。まあ、ダンスだな、これ。やっぱり。まあ、サーブラも行くしかないもん。投げつけるして。まあ、いいんだよ。バンギアス、格闘技4倍弱点だし。まあ、それに自爆コイルか。
鋼タイプ、弱タイプってどうだっけ。あ、普通に通るんだ。あ、これいいわ。そう、相手から引っ込めてくるパターンが一番嬉しいんだよ、今回。もう多分ダイマックスしてこられるのはさすがに持たないかな。やばい。攻撃が1段階強いでしょ。しかも HP 残ってるんでしょ。この状態が一番ね、最適。こちらとしてはむちゃくちゃ嬉しい。じゃあ、ダイマックスして。まあ、こっちが体で成績取るでしょ。こらえる。いや、でもこらえるはいいんだよ。逆にね、こっちでいいんだよ。だってな、そうなんだよ。攻撃をね、ダイレクトに行く。詰めるかっていう、そういう勝負なんだよ、これは。ダイレクトで攻撃なんかバーバーバーって上げていけばね、もうね、たとえ相手がダイボックスしても一発で落とせるんだよ、弱点つけてれば。まあ、ミークが来ると苦しいんだけど、弱点があれだから。ミーク耐久そんなないからいいのかな、別に。あの、全然食らわんわ。まあ、そうだよ、そこも高いし、スカイドから発展してダイボックスしてるもんだ。よし。はい、消えるね、これ。小焼き2段階上昇で、そうなんだよ。もう、ね、これがね、見せたかった。もう、これ無双してた感じ。体で素早さほとんどのやつ抜くし、だって、体してたらこいつのさ、3話の素早さ抜けろってさ、てかフェローチェと、フェローチェとか、テッカリンとか、フェローチェは大丈夫ですか？テッカリンとか、最近出てきた、素早さ抜く値がすごいデジエレキとか、あの辺なんだよ。あの辺だけなんだよ。しかもこれ努力値振ってないから、努力値振ってない状態でそれだから。よし、しかもこれでね、弱点をつける。そう、攻撃2段階上昇して、しかも弱点もつけて、スマイルともほとんどの相手に上を取れる。このね、無双状態を見せたかった。これが作りたかったんだよ。体伸びた時にさ、特徴調べたんだよ。体ずっと伸びた時、え、これすごくねって思って、そう、この無双状態が見せたかった。よーし、よーし、一発で落とせよ。で、ファイヤーこれ何タイプなんだっけ今。炎ゴーストだっけ。あ、ライボールか。いや、ライボールでもいい。別にライボールでもいい。で、これ、まあ。いいんだよ。どうせストーンエッジでも落とせる。うん。今、こいつのファイ、ガラルファイヤーのタイプ忘れちゃったんだけど。確か炎タイプ入ってるでしょ。うん、それで、まあ、2倍弱点。しかも、攻撃力に2段階上がって、2倍弱点。しかも、ストーンエッジは100、威力100。いや、耐えれるわけないね、こんなん。あ、いけ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 。耐えた。耐えられたんですけど。しかも弱点欲しいけど。そう。マジで。はい。はい。いや、それは無理。それは無理。無理、それは。嘘。耐えるの、これ。無理じゃん、そんな。そんな無理じゃん。え、どうだ、これ。あ、でも、そうだね、炎タイプが多いなって思って、を出したから、スカーフだから、まあ、弱点はつける。あ、で、こいつ炎タイプ入ってないの、ファイヤーって。ファイヤーって炎タイプ入ってないの。あ、でさすがにまあ、いけるでしょ。あ、ちょっと待って、スカーフはいけるんだ。なんでえ、死は上がった今。ちょっと逆って、今何能力上がってた。あとエースマンいた。エースマンいた。全然見ないなと思ってたエースマンがやっと出てきた。どうしようかな。これは、まあ、レインドール、サーブラかな。なんでさ、がさ、シール抜けないわけ。え、どういうこと。だからやばい。このアイスカーブだって素早さ生きるんだよな。なんで。まあいいや。はい、先生お疲れ様でした。日本語版のやつ全然見ないんだけど、何これ。え、何、日本人ポケモンやってないの。なんで。はい、やってこう。初手はもうね、ストリーダーはいいよ。あ、でも悪タイプだっけ、こいつ。まあ大丈夫でしょ。まあ大丈夫。
まあいくら、そんなバカな、いやー、切断するのはまだわかんないけどさ、初手降参って、初手降参か。なんかあったんでしょ、多分。宅配便が来たんでしょ。はい。なんか、大変だったか見つからなかったので、もう今回はやめるわ。あーなー。やっぱりもうまだ続けてる人でさ、ビギナー級の人って言ったらそんなにいないんだよね。できる人はさ、もう上に行ってるわけじゃん。うん、やだな。再生回数8に対して、小数2っていう。いや、これさ、さっき初手コース決めなかったら実質1だから、ね。一生6回。悲惨だな。もう、金ゲームポケモンがいかに弱いかってことをね、まあ実感できましたよ、もう。はい。まあ、ですね。まあ、なんとか頑張るわ、もう。はい、というわけで、今回はごめん。それでは、また、この。